イルヘルム・カール・ヨーゼフ・クーノは、ドイツ国の実業家、政治家。バイマル共和政治代の1922年から、翌年にかけて、首相を務めた。ズール生まれ。パーダーボルンのギムナジウムを卒業し、ベルリン大学とハイデルベルク大学で法学を学ぶ。在学中複数のカトリック系学生団に加入。1900年に、ブレスラウ大学から、博士号を授与される。 1906年にハンブルクの実業家の娘と結婚。地方裁判所勤務を経て、1907年に帝国財務長に入庁、後戦時食料庁や帝国穀物庁に勤務。戦時経済に関する数密顧問官を経て、第一次世界大戦中の1917年に管理を辞めて、ハンブルクアメリカ運輸株式会社に入社。終戦後の1918年、 ドイツ革命に絶望した前任者の自殺を受けて、同社代表取締役に就任し、世界の海運業界の指導者となる。経済専門家として敗戦国ドイツと連合国の交渉に数多く参加。しかし財務官や外省就任の要請は断り続けた。クーノは一時ドイツ人民党に入党していたが、 オリジも発生した右派のカップ一揆に対して同党が明確な拒否姿勢を示さなかったために移党し、以後はリベラル政党からの誘いを受けたものの無所属で通した。1922年のビルト内閣大臣を受け、11月14日にフリードリヒエーベルト大統領の指名を受けて、中央党、ドイツ人民党、バイエルン人民党の連立による少数与党の経済内閣を組閣する。 クーノはバイマール共和国で国会の承認を受けずに大統領権限で就任した最初の首相である。リベラル保守な政治姿勢だったクーノの閣僚の多くは経済界から招聘されており、賠償金問題で大きな影響力を持つアメリカが死中国とクーノの良好な関係が期待されての首相指名だった。しかし、就任直後の1923年1月、 賠償金の取り立てを目的としたフランス軍とベルギー軍によるルール占領が起きる。クーノはルール地方の労働者にストライキを呼びかけ、受動的な抵抗運動を試みたが、政府がスト中の労働者の給料を立て替えたことにより、財政は危機に陥った。議会の多数派が新内閣受立を要求したため、空ノ内閣は在任わずか9ヶ月で退陣した。 1925年ドイツ大統領選挙に候補として取り沙汰されたこともあったが、空の自身がパウル・フォン・ヒンデンブルクを支持したために沙汰闇となった。1926年、ホップックの代表取締役に復帰。1927年にハンブルクでドイツ初のロータリークラブを設立し、その会長になった。ナチスとドイツ共産党の拡張で議会が混迷する中、 DVP は、クーの副党を説得したが成功しなかった。1932年には、在会のナチ党経済問題諮問機関である、ケップラーグループに参加。しかし、ナチ党首、アドルフ・ヒトラーの首相指名には、反対しており、政局危機は超党派内閣受立で乗り越えるべきだと、主張していた。翌1933年1月、心臓発作のため、 ハンブルク郊外の自宅で死去した。ありがとうございます。